アトムは GitHub が開発したオープンソースのテキストエディタである。テーマは A、はカブルテキストエディターフォーザ21ショートトーン、センチュリーと設定されている。GitHub の共同創業者であるクリス・ワンストラスによって2008年に開始されたプロジェクトだが、同社のビジネスが成功したことで、ワンストラスが多忙となり、開発が一時停止していた。その後、 2011年から開発が再開され、2014年2月26日に、招待制のベータバージョンとしてまず、MacOS 10向けがリリースされた。同年5月6日、MIT ライセンスのもとでソースコードを公開。2015年6月26日にバージョン1.0がリリースされた。その後も多数のコミッタの参加により、急激に高機能化。 動作不可削減を果たしながら、シェアを増加させてきた。現在では、ウェブフロントエンドを扱う技術者を中心に人気となっている。エレクトロンを使用したデスクトップアプリケーションであり、ユーザーインターフェースは、ウェブ技術である JavaScript と CSS などを使ってカスタマイズ可能となっている。同世代のテキストエディタであるブラケットサブライムテキストとよく比較される。 設定可能なその他のテキストエディタ同様、Atom はユーザーがサードパーティーのパッケージやテーマをインストールしてエディタの機能や見た目をカスタマイズすることができる。パッケージは Atom パッケージマネージャーアップムを使って管理・公開することができる。Atom のデフォルトのパッケージは以下のプログラミング言語やファイルフォーマットでシンタックスハイライトができる。当初、 アトムの拡張パッケージ及びアトムのコア以外のすべてのコードはオープンソースライセンスのもとにリリースされた。2014年5月6日、それ以外のアトムのコンポーネントであるコアアプリケーションパッケージマネージャーデスクトップフレームワークエレクトロンが自由かつオープンソースのソフトウェアとして MIT ライセンスのもとで公開された。ありがとうございます。